はい、こんにちは、トムくんです。ということで、今日も、会長に道を原付、私の愛車、リオくんで走っております。ということで、今走ってるのは大阪の外環状線、170号線ですね。まあ、今日は何をするかというと、まあ、僕はこの後、奈良方面に帰るんですけども、実際にね、この原付で、大阪から奈良の方に行くには、生駒山っていうのを越えないといけないです。まあ、原付に限らず、大阪と奈良間行き来するには、やっぱりこの生駒山を、まあ、越えないといけないんですが、この、まあ、画面に映ってないと思うんですけども、右手にずっと山がずっとあるんですね。で、この生駒山を越える方法とすれば何個かあるんですけども、おそらく一番早く越えれるのは車で高速道路を使ってトンネルをくぐり抜ける。これが一番早いだとは思います。で、まあ、同じぐらい早い、方法がもう一つありまして、これは近鉄で、走っていくというかね、近鉄電車に乗ってしまうと。まあ、電車を使う。まあ、この二択にはなると思うんです。で、まあ、この二つが、まあ、早く越える方法なんですけども、まあ、やっぱりこの原付というものはね、高速道路には乗れませんということで、下道で行かないといけないんですけども、じゃあどういう行き方があるのかというところで、一番先に、これは外環状線走ってるんですけど、さっきまでは中央大通りという、大阪市内、まあ、難波の方から抜けてくる道があるんですけども、その道を使ってずーっとここまで、生駒山のふもとまで行ってくるとね、一番近いのはおそらくですね、国道308号線というのを使って生駒山を越えるという道が一番早いと思います。ただ、この国道308号線、これ知ってる人は知っている、とんてつもない国道です。本当にすごい道です。国道の国っていう字はですね、国ではなくて、ひどいって書いて国道っていう風に呼ばれてるぐらいの道なんですよね。まあ、歴史としては本当の国道なんですけども、こちらの方はね、原付で通れないことはないんですけど、僕は通りたくないです。ブレーキが焼き切れるんじゃないかと。本当にそれぐらいのすごい道なんで、一番上の方は確かね、石畳とかになっててね、もうガタガタなると思います。僕はね、一度車で国道308号線、まあ、いわゆる暗がり峠というところですね。そこをね、車で走ったことは一回だけあるんですけど、車ですらもう走りたくないと正直思いました。まあ、一遍行ってみたいなとは思うんですけど、その勇気はないですね、原付では。ということで、じゃあもう一つ別の方法ないのかとなると、半田道路、こちらの方を使うという手があります。この半田道路というのはもうちょっと北の方、近鉄とかね、高速が通っているところではもうちょっと北の方を走っている道路なんですけども、大阪から奈良に向けていく道ですね。で、こちらはね、原付走れるんです。原付じゃなくても歩いても行けるような道なんですけども、こちらの方を今日は通って帰ろうかなと思うんですが、実際に、じゃあこの原付、リオくん、あんまりね、リオくんでこの道をここまで大阪まで来たことはないので、実際にどのぐらいで帰れるのかっていうのをちょっと測ってみたいと、検証してみたいと思います。実際にね、わかりやすくしようかなと思ったので、確かね、ふもとの方に、交差点の近くにコンビニがあったような気がするんです、半田道路のね。そこからスタートして、生駒山を越えた一番最初のインターチェンジ、半田道路から降りるところ、生駒駅の方に行く、インターチェンジがあるんですけども、そこのインターチェンジを超えるまでどれぐらいかかるかというところですね。まあ、実際これレースをするつもりではありませんので、とにかく早く行こうというんじゃなくて、ちゃんと法定速度を守って、今のこの交通状況に合わせて走っていくと、どれぐらいかかるかというところです。まあ、実際に結構な急坂になるはずなので、この 50cc の原付でどれぐらいの走りができるのかっていうところをちょっと見てみたいところではあったので、ちょっとそういう風なことをやってみようかなと思いました。なので、とりあえず、そのスタート地点まで行こうと思っております。はい、先ほど言っておりました、ふもとのローソンに着きましたので、ここから頑張って走っていきたいと思います。はい、先ほどコンビニと言いましたが、意外とコンビニから最後の信号のところまで距離があったので、
寺川という交差点からにしましょうか。渡ったところから。あ、ちなみにこの道はですね、日曜休日の、0時から、深夜の0時から朝6時までは、バイク通行禁止なんでお気をつけください。よし。それでは、今現在時刻が3時38分です。それでは3時38分にスタートということで、それでは行きましょう。スタート。はい、この道はですね、あの信号に引っかかりたくないな。この道はですね、急坂ということもあったりとかするんですけども、車が結構ビュンビュンスピード出して通るので、本当に通るときは気をつけてください。はい、早くもちょっと、結構しんどくなってきてるよ、ジオ君。はい、30キロは守らんとね、いけないからね。車の方は40キロの、速度制限でございます。はい、前方には、あれおそらくね、原付通行禁止なんですけど、これ日曜から、日曜祝日まで0時から6時って書いております。通行規制ありますので気をつけてください。この辺からちょっと急、坂が急になってきております。はい、ヘアピンカーブでーす。しんどいでーす。はい、1個目のヘアピンカーブを抜けた後、ここがですね、夜ならば絶好の夜景ポイントです。本当に綺麗なんで、よかったら皆さん来てみてください。ここ本当に夜だったら綺麗です。現在アクセル 85% ぐらい、90% ぐらい回しておりますが、30キロしか出ません。30キロしか出なくていいんですが、それでもアクセルをここまで吹かさないと30キロ出ないんです。はい、ここもね、夜景ポイントですよ。この辺りもね、左を見る余裕が今僕にはないですが、夜来たらとっても綺麗な夜景が見えます。大阪を一望できる夜景が見えるんですね、ここではね。はい、ここも夜景ポイントです。正直今真っ昼間ですが、それも結構綺麗な眺めです。はい、ただいまフルスロットルで30キロ出ません。ああ、ちょっと30キロまで来たか。フルスロットルで30キロです。フルスロットルで30キロ。いやー、ディオ君しんどい。ディオ君しんどい。フルスロットルで30キロです。フルスロットルで30キロ。これはしんどい。しかし、もうすぐ、あれだぞ。もうすぐ、頂上だぞ、生駒山。はい、フルスロットルで30キロ出ません。今29キロ、28キロぐらい。フルスロットルでも28キロぐらいです。頑張れ、ディオ君。頑張れ、ディオ君。もうすぐです。しかし、頂上の信号が今黄色になった。赤になった。ここで一旦ストップですね。はい、なんとか頑張ってくれております、ジオ君。うなりを上げて、ここまで登ってきております。はい、もうすぐ青かな。よし、青。スピードダッシュはほぼありません。スピードダッシュはほぼございません。スピードダッシュ、スタートダッシュですね。スタートダッシュはほぼございません。はい、ここでもフルスロットルで30キロ出ません。フルスロットルで30キロ出ません。気温がぐっと下がっております。本当に体感気温が全然違います。ここはもうほぼ、ほぼ、
表情。よし、よくやったディオ君。もうあとは、あとはもう、もう一息登らないといけないのか。もう一息登ったら、あとはもう下るだけだぞ。今完全にフルスロットルですが、29キロ付近を出しております。スピードが上がりません。しかしここで頂上か。ここで頂上だ。ここで頂上です。あとは下るのみ。よく頑張ったディオ君。はい、ここ左に行けば生駒山山上遊園地です。非常にレトロな感じの遊園地ですが、人気があります。よろしければ皆さん、生駒山上遊園地行ってみてください。おすすめは夜。夜行ったら夜景がすごいです。はい、この交差点をね、左に曲がったら163号線に抜けていて、四条アーチの方に抜けていきます。あとは下るだけですね。本当にね、道としてはね、本当にしんどい。原付くんは、このディオくん、50cc のディオくんはしんどそうに走るんですけど、舗装されてるんで、走りやすいっちゃ走りやすいんですよね。ただ本当に気をつけないといけないのは、車は本当にスピードを出してますからね。本当にその辺の安全運転だけは気をつけてください。あとはその、この、下ったところにね、生駒インターチェンジというのがあると思うので、そこで降りた時に何分かかってるかを見たいと思います。はい、ここですね。ゴール地点、生駒。生駒インターチェンジ出口。ここですね。はい、左ウィンカー。はい、ついに、生駒出口まで到着いたしました。はい、この下にですね、信号があるので、そこで、何分か。ああ、青だな。行けてしまうな。よし、行ってしまおう。はい、ゴール。今ちょっと腕時計を見ると、ちょうど4時1分になったとこでした。はい。結果は23分かかっております。後で動画でちゃんとしたタイムを測定しておきますが、だいたい23分20分ちょいかかりますね、やっぱりね。まあ途中でね、信号に引っかかったりとかはしてるのでね、まあ正確な時間じゃないかもしれないですけども、まあでもちゃんとね、30キロで走って信号に引っかかってっていうのをやっても22、3分まあ結構正確なんじゃないでしょうか、こういうタイプの方がね。さ、この大阪と奈良の間をこう原付で抜けようと思っている方、こういうのが参考になればと思っておりますということで、今日はこれだけでした。はい、今日もご視聴ありがとうございました。トンクでした。